問題に対する朝廷の回答が届けられます。ところが条約には帝の許しを与えることはできない。なんと勅許は下されなかったのです。に説得を試みるも、またしても失敗。その責任を問われ、老中を罷免されてしまいます。その後幕府は、天皇の意向を無視する形で条約の調印を強行。それが引き金となり、幕府は崩壊への道を歩んだ。